あと、骨の馬がいるって言ってたよね。次は、あそこにダイネルがいる。あ、違う、骨の馬いるじゃん。え？ん？断崖の迷宮を訪れし者よ。その後に試練を与えよう。待って。迷宮を踏破せしとき、何時に祝福が与えられるであろう。断崖の試練。迷宮？え？あ、横行ける。あ、やった、迷路だ。楽しそう。と思ったらいきなりなんか、行けませんけど。こっちしか行けない。やべえ、超迷いそうな予感。でもマップに出てんじゃん。マップ出てんじゃん。明らかにこっちはないよね。え？マップ出てんじゃん。ダメじゃん。ダルケルの魔法でいつでも使えるぜ。おい。マップ出てんじゃん。え、でも待って、マップ出てはいるけど、結局どこに行けばいいのかわかんないんだけど。向こうに？なんかどっかにスイッチがあるのかな？で、ほこらに、のところの壁が開いて、入れるようになるとか、そういう、感じっすかね。敵いるのかね？こういうとこって。なんだ？いた。ニザルホスがいた。じゃあちょっと王家の剣使ってみようか。おい、痛っ、痛い。どうですか？効くだろう、王家の剣。おお、クロリザも、さっくり倒せるね。火打ち石、木の矢。あれ、また今。声がしたな、ジャルホスの。うせぇおぉ。王家の剣強いな。なんだこれ。鋼鉄リザル棒。強いですね。結構いろいろあるんだね。種類。これより強いもんね、騎士の弓よりね。変えよう。はい。これは？無心の体験。なんか知らない武器いっぱい出てくる。もうどこが正解の道なのかさっぱりわからんけれども。ただ迷路とは言いつつ、行き止まりがすぐ出てくるから、そんなに迷ったりはしないね。なんかありそう。なんだ？宝箱があるよ。あ、銀ルピー、嬉しい。お小遣い。え？ああ。あかんのいる、あかんのいる。目とかないかな？こっち側だと目を壊せたりとかしないかしら？特にないな。お、びっくり！お、なになに？なになに？なになに？ちょ。なんだお前。え、なになに？びっくりしたー。え？
今頭に宝箱あったよね。うわー、倒したかった。え、また出てこないかな、待ってれば。何今の。出てこない？もうダメ？マジで？なんかリモコン爆弾こうやって置いたら出てきたりしないかな？ダメだ。くそー！悔しい！いや、次出てきたら仕留める。やった、目いた。でっけえな。おっしゃ。おお。一気に消えた。これですぐ戻れるようになったな。あ、なんかあった。この宝は何？やった！金ルピー300。おー、嬉しい。で、祠がすぐそこにあるんですけど、なんか足音聞こえるな。そこに祠あるんだけどね。どうやって行くんだろう、これ。戻ってきちゃったもんな。上からいけない？登ってみようか。あ、でもあれ天井あるか。上ダメっぽいかな。おっしゃ。ああ、うわあ。うん、でもなんかある。下には行けなかったけどなんかある。あ、ダイヤモンドー。やった。これで、大足の弓だっけ？直せるな、一応。おー、すげえ！へぇー。ちょっと登っちゃったな。これで超楽になったな。え、待って待って。あ、なんか下に、なんか。あー、すげえのいる。すげえのがいる。これでもね、こういうの好きなんだよね。自分が決してやられないところからの攻撃。危ない、落ちる。置く。そして、爆発。楽しい。そして、置く。からの、爆発。どっちは？じゃあ、いないな。なんか、いいところに降りたいけどね。こっち側の一番向こう側は、多分、行ったところだよね。ん？おお、すげえ。これは楽しいな。ここなんだろう。ここさ、行けないんだよね。通路がなくて、上からしか行けないところなんだけど、ここなんかあるかな。なんもなかったらまた上がってくるの大変だな。行ってみよう。え、待って。おー。お？あれ一応通じてはいるのか。あれ通じてたっけ。隠し通路？ん？ってわけじゃねえな。あれ？あ！そうか。上空から見ると壁は見えるけれども、下通れるってこと。なるほど。そうか。だから必ずしも、あの右下のマップ、
符を信じちゃいけないってことだ。はあ。しかし、祠いけねえな。でも、こっから、さっきの目倒したから、ここからどっか行けたりしない？あ、こっち違うっけ？ん？違うか。ここでいける？あ、着いた。やった。おお。あ、で、待て。落ち着け。あ、こっち？へえ、面白い。ここから着いた。ほお。風と。木の祠。よし、行こう。お、水があるね。あ、もうここもご褒美祠だ。風と木。ああ、なるほどね。コログ試練と同じように、断崖の試練だったもんね。やっぱ試練ってそういうのがコログの森以外にもあるんだ。また古代の巨大なコアじゃないのこれ。蛮族の腰巻き。大昔にフィローネ地方にいたと言われる戦闘部族の腰巻き。身につけたものは施された特殊な文様により闘争心が湧いて攻撃力が増加する。攻撃アップ。おお。メモもらった。これで？はい。すべて取った宝箱。ありがとう。で、いくつ目だ？三つ目か。しゃあ。うん。あ、で、これ開いたんだ、ここ。おお、なるほど。すぐ帰れる、これで。ああ、面白かった。よーし。あと、骨の馬がいるって言ってたよね。次は、ああ、あそこにダイネルがいる。あ、違う、骨の馬いるじゃん。え？あれ、あれはどうすればいいの？ちょ待って。あ、あいつ襲ってくるな、もしかして。大足の弓で行こうか。さあ、来い。来いや。来いやー。どうした？あ、待って。一回撃った！やった！はいはいはい。落ち着け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 。おい。落ち着いて落ち着いて。うわ、骨だ。すげえ。おお、かわいくねえ。え？こいつ連れて行きたいなぁ。結構言うこと聞いてくれるけど。これ何？牛骨ポコ弓。いらないな。あ、待って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 。あ、なんかいる。なんかいる。なんかいる。ああ、あかん。あかんのいる。あかんのいる。
待って、危ない。怖えよ。ちょっと、あ、ペガササナイを置いてきてしまった。ごめんよ。あ、ライデルもいるし。もう、やめて。とりあえず一回ちょっと戻らせて。登録登録。こいつ登録できるよね。あー、ペガササナイ置いてきたの、ちょっと両親が痛むな。いや、まあ、馬よとね、戻れば、連れ戻せるんだけどさ。この辺は薄情な飼い主で。よっしゃ。ほうほう。さあ、すげえのついてきたよ。これ野生馬に見える。野生すぎだと思うけど。のに生きてないしね。野生って書いてるけど。登録します。お、ちょっとお客さん、その馬って魔物じゃないんですか？あ、よかった、反応してくれた。さすがにそんな機械な馬はこちらでお預かりできません。え、ダメなの？なんか依頼があったよね。あれは写真撮れって言ったのか。写真撮ろうか。そうなの？スタルホース。はい。そっか。せっかく慣れたのにな、お前。登録できないんだ。この確か関西弁のお姉ちゃん。いた。一応、どうや、骨の馬見つけられた？北タバンタ雪原やその東にある決体な遺跡あたりに出るって噂やで。見つけた見つけた。これやで。てか、表にいるで。え？これが骨の馬？スタルホース、こんな化け物なん？自分で探せって言って、それかい。うわぁ、夢に出てきそうやわ。めっちゃ怖い。けど、この絵すごいな。ちょっと映させてな。おきに、バッチリ申し上げさせてもらったで。あなたのおかげでええ記事になりそうや。これ約束の報酬や、大事に使ってな。あ、やったお金、100ルピー。ほな、また何かあったらよろしく頼むで。お、どこ行った？次の場所へ。と思ったら寝る？もしかして。テリー寝てるな。ちょっと、寝ているテリーのお顔を拝見。お前、こんな寒いところにさ。はい、というところで。いやー、こいつ連れて行きたいのにな。登録できないんだって、お前。ごめんな。はい、今日はここら辺でおしまいにしたいと思います。ごめんな。またな。はい、ということで、おー、竜！わー、すげえ！竜！あれ、いけるかな？なんかできるのかな？こっち来てる？あ、なんか下通ってる！力抜けて出て、待って、違うな。わからん。どこ行った竜。いっけー、いける、いけない、混ぜた。はい。あー、もう、シャラ臭い、シャラ臭い。あー、遠いなー。これはあかんやつやね。下来てくんねえかな。来ねえな。あれ、何なんだろうね、竜ってね。気になるけど、もうこれダメっすね。はい、待って。でもあっちの塔の方に行ってる、あいつ。ちょっと次、竜を少し追跡してみたいかな。できたら。というところで、今日はここでおしまいにしたいと思います。空中から失礼します。よければまた次回見てください。ご視聴ありがとうございました。